ジャン君さ、アンズちゃんのお迎えに行ってみない？そうそう。アンズちゃん、ジャン君がケージの中を覗いてるよ。見に行った。ありがとう、見に行ってくれて。危ないとこでしたが、無事にアンズちゃんはケージに戻りました。最初に出てからは多分2時間以上、2時間半ぐらいあるかな。もうずいぶんお昼だよ。さてさて、ゴミ捨てに行く時には、もうちょっと出てた。まだか。どうだったかな。さあこれで、ラブちゃんラブちゃんちゃん、アンズちゃんの中での、外の経験っていうのがどんな印象になったでしょうか。ケージの中から外に逃げ出したっていう、記憶ではあまりよろしくなくてですね、ケージの外も中も遊び場として、同等くらいがちょうどいいかなと。で、その前にやっぱり人と触れ合いをできるようにしておかないと、ケージの中で、最低限触れないと外では絶対に触れないと思いますので、ちょっと今日からは、触る方を、ポイントを置いてやってみたいと思います、ね、このケージの中に入ってもこのポールの後ろに行っちゃうんだもんね。もう少し手前に出てきてくれるようになるとありがたいです。はい、今日の冒険は、長い長い冒険はここで終了いたします。はい、ジャン君なでなでです。ジャン君、いたね、ジャン君。はい、はい、ジャン君。いた、いた、ジャン君。くしゅくしゅくしゅ。うん、ジャン君。かわいいね、ジャン君。はい、ジャン君、なかなでなで。いいかね。ジャン君、お腹なでなで。はい、ジャン君。よいしょ。ジャン君、こっちからなでまし。ジャン君、ジャン君。はい。今お兄ちゃんなでなでしてるから、ちょっと待ってね。ジャン君、はい、かだね、ジャン君。ジャン君なでなで。はい、はい、ジャン君。ごめんね。ジャン君、
ごめんなさい、咳出ちゃったでしょ。ポンちゃんもおいで、ポンちゃん。アブちゃんはなんか外せそうだね。アブちゃん外しにかかってる？鍵、下の鍵外れたね。上手に外したね、あの人。どう思う、ジャン君？君が移動します。ちょっと耳に行ってくれるの？待ちきれないらしいんだけど、開けても平気。早く開けるって言ってる。なんだっけ。じゃあちょっと開けようかな、そろそろ。ポンちゃんはね、ベッドに避難したよ。じゃあここにいて大丈夫？
遅くてごめんね。動きが遠くさくてごめんね。